昨日欲しいって思っててヤフオクで落とそうか迷ったやつなんだけど、これが大貫妙子がなんかあのなんだろう、大貫妙子はほんとしょうもないあのビーチの BGM みたいなの作ったりしてるようなアルバムなんですけど、うんうん、いやしょうもなくないね、すごくいいんですよねこれが。鈴木しげるさん、あそうゲルシーがいるし。そんな言い方初めて聞いたんだけど。え嘘、ゲルシー、ゲルシー結構ポピュラー、それみんなゲルシーって言ってる。あれコント動かしてたの。じゃあ第3回やっていくぞ。ビザールテレビです。よろしくどうぞ。よろしくどうぞ。やっぱりこうなんかタイミングタイミングでさ、すごい外国のものがどんどんどんってモチーフになる時が日本あるじゃん。そうね、多分さっきのこの80年代の音楽が、うん、なんだろう、もうオーバーグラウンドもアンダーグラウンドもなんでこんなに洋楽っぽいかっていうと、多分あそこが細野さんとかの世代の人たちがプロデューサーで実権を握り始めて、で自分たちが好きな音楽を多分メインストリームでも作れるように、自分お金をレーベルからもらって作れるような、それを多分提供したりできるような時代になって、それこそ大竹さんのロンバケとか、あの時代に大竹さんがなんだろう、松田聖子に曲変えたりみたいなのっていうのは、そうようやく自分たちの時代が来たっていうのが80年代で、で彼らが多分初めてなんだろう、洋楽カルチャーを濃密に受けた世代っていうか、多分60年代が、まあ、戦後すぐ、そうだね、60年代頭がティーンエイジャーで、うん、60年代後半で多分大学行きながら音楽聴いててっていう人たちだから、うん、多分一番なんだろう、洋楽が元気な時に、そうだね、洋楽アメリカへの憧れが強い時期のなんだろう、カルチャーをもうすごく、そうだね、だ三島由紀夫さん後みたいな感じだね。三島由紀夫好きだね。いやいや、文学、ほらなんかほら、うん、一時期戦ってたじゃん、あの、ね、学生運動の人たちと三島さんが対談してたりとかすると、うん、やっぱちょっと考えついていけねえな感を三島さんが出してて、うん、あそこに結構あギャップがあるんだなっていうのをなんか、うんうんうん、なんとなく感じた、なんか要素にの象徴としてなんか三島由紀夫っていうのが結構僕の中でこあこことこ違うんだなってすごい思ったっていうか。そっか、片やシティポップ、片や北朝鮮行ったみたいな。ちょっとね。でも日本ってずっと実は外国を意識して、まあ、歴史の話にすげえなっちゃうんだけど、うん、なんか中国があったし、あのずっと昔はで鎖国してたので、ちょっと何百年ぐらいでさ、それぐらいで実は結構ずっと外国を見て育ってきた国だなっていうのを最近思うんですけど、まあそうだね、うん、なんか雅楽とかああいうのもなんか日本が発祥っていうよりはその分、うんうん、流れてきた文化をなんだろう取り入れて自分なりに作り変えるみたいなものだったと思うし、建物とかもそうだしね。ただなんかこう国籍感をあえて排除しようみたいなのすごいさ、日本っていうね、そう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 、うん、なんか そっちの方がさ健全だったというか、うん、健全わかんねえな。でもまあなんだろう、それってでも多分本当にアメリカが上のにあって日本がっていう、なんかそういうのが多分今よりもくっきりしてたんじゃないかなとは思うけど。なるほどなるほど、なるほどね。超話がとんでもないところに行ったけど、これ AOR の話でしょ今日は。違う、これの現代版と言えるそうミュージシャン、まあナショナルのつながりもあるけど、前回のね、来てこ、よろぴこ、あ私が、はいはい、これですじゃん、ザ・ナイトランズ、ザはいらない、ナイトランズ、ナイトランズ、これはまああのあれですね、はい、これか持って、はいはい、ウォーンドラックスだよね、ウォーンドラックスのベーシストがやってるソロプロジェクト、こちらオンドラックスも結構賞取ってんじゃなかったかな、なんかフィラデルフィアの大ボス、カート・バイルも昔在籍していたという、うん、アメリカのバンドですね。ある人が言うには、あのオンドラックスは本当にアメリカの大地をこう
ハイウェイを駆け抜けるときに車で聴くと気持ちいい。それあでも間違いない、それはそう、ブルース・スプリングスティーンが好きなアメリカ人みたいな構図なんじゃないって言ってたけ ど、 なんかそれだけで、そういうのピッチフォークとかが向こうのメディアって嫌いそうだし、うん、確かに確かに、なんかそういうことじゃないところで受けてるっぽいけど、何なのかは日本人の俺には分からない。すごくいいなんだけどね。うん、これも君が絶賛していてやばいっつって、これはすごいアルバムだね。これすごかったね、うん、ガラッと変わった、変わったね。まあ何か前置き的にそれこそサンダーキャットがケニー・ロギンスと、あとあいつマイケル・マクドナルドかフューチャリングした曲が去年の頭ぐらいに、っていうかまあもう女子高生が聴くぐらい多分盛り上がったサンダーキャットのあるアルバムが、女子高生が聴いてんのかなサンダーキャットって。それ面白いな。 それが多分ちょっとなんだろう、聴く人によっては別にもう解雇的な音楽っていうか、それこそノスタルジックな世界に入っちゃう音楽だったと思うんだけど、ただなんだろうな、なんかそもそも何新しい古いっていうのがよく分かんなくなってきた中で、なんかそもそも曲だろうっていう話に今戻りつつあるのかなっていうのはすごい感じてて、うん、ソングっていうことね、うん、フリートクシズの来日公演の時にね、僕らライブ前にちょっとインタビューを少し、うん、あのモンチコンのお手伝いでさせてもらって、そうそう、まあ、ロビンと話をする中で、うん、なんか、まあ、僕が聞いたんだよね、うん、そのまあ、こうやってテクノロジーとコンピューターミュージックがわーってなってる中、うん、ロビンとか、まあ、彼すごく葛藤してたミュージシャンだったから、うん、そのしかもなんかアルバムね全体的にはこうフォークな、うん、フォークって彼は言われたくないミュージシャンだけど、そのなんていう、まあ、アルバムごとにこういろんな自分とか世界と向き合って音楽を作ってた人だから、うん、まあ、いわゆる生ドラムとか、うん、有機的な演奏があんまり求められない世界の中で、うん、こうスイックギターを弾いてロビンがこうやって戦って音楽を作ることってどう感じるのかなと思って、まあ、質問したら、うん、まあ、で曲は曲なんだっていう。そうだね、だから目的と手段のところで、うん、そこを間違えちゃいけない。だからギターを持とうが何を持とうが、うん、いい曲ができるっていうことが、うん、まあ、から大事なんだと思うよっていうことを、まあ、話してる中でそういう話題が出てきて、うん、あでも僕はそのソングっていうのすごくなんていうのかな、まあ、共感できるし、なんか最終的に歌の音楽というよりなんかソングが好きなんだなっていうところがやっぱ自分であるから、うん、なんかソングっていうのはいいキーワードだなと思ったんだよね。ナイトランズはなんか本当にイーグルスみたいな曲をなんだろうな、うん、イーグルス完璧なプロダクションでやるみたいな、ちゃんとゴール見えて音楽作ってるからって、うん、構成があるよね。私変に狙ってないっていうのはこんなストレートなソングを聴いたのは久々だっていうのにすごく感銘を受けた一枚で、うん、まあ、コーラスワークすごく良くて、そうだね、多重でたっぷりしてるし、うん、で美しいし、でなんていうのかな、あんまりこう北欧っぽいホーリーな感じじゃないアメリカンの、うん、乾いてたね、まあ、言ったらビーチボーイズとか好きな人は、うん、でもこうなんていうの、あのビーチボーイズほど胸がスカッとする、うん、まあ、ブライアン・ウィルソンのや闇よりもっとこう、うん、ダビーなっていうか、はい、なのに乾いた感じもするっていうのは結構聞いたことないアルバムだな。それこそ昔イーグルスとか聞いてたような人こそなんか聞いてほしいなとは思うけどね。で若い人がドゥービーブラザーズを聴くきっかけにもなればいいアルバムだと思うし、ドゥービーブラザーズ、ドゥービーブラザーズも買ってたよ、ね、あドゥービーブラザーズも今日買った夜のドライブにさっきモンドラックスって言ったけど、まあこれも夜のドライブすげえいいよ夜の、あ俺もカース、これカースデバイスロンゾーだし、ね、カースデバイスロンゾーだと思うすごく、うん、なんかそれは分かんない、みんなどれだけドライブするか分かんないですけどぜひあのそうね、初めてのデートの夜のドライブとかにぜひ横浜とかで、ああユニ君そういうこと言うんだ第3回はこんな感じかな、チッチとして進まない番組リザル TV でございます。はい、こんな感じでいいかなね。はい、ありがとうございます。またお会いしましょう。それでは、うん。